父とは真逆、謀略とはほぼ無縁の貴公子大名、宇喜多秀家、八丈島に流される。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は宇喜多秀家について紹介していこうと思います。謀略の人であり暗殺大好きと言ったら語弊がありますが、な宇喜多直家でしたが、その息子宇喜多秀家は父とは真逆のお坊ちゃん育ち。だからこそ好かれる部分もあったようで、関ヶ原の戦いの後は本当にいろんな人から助けてもらってたんですよ。秀吉の寵愛めでたい絶頂期から一転、八丈島に流罪となった激動の人生をじっくり解説していきましょう。あの宇喜多直家の息子秀家は元亀3年1572年に宇喜多直家の息子として誕生しました。父直家は謀略に秀でた人物で、立ちはだかる敵を次から次へと葬ってきた恐怖の武将。一度は没落した宇喜多氏を彼一代で備前、岡山県東南部など、備中、岡山県西部半国、美作、岡山県東北部を支配するほどに押し上げたのですから、相当な力のある戦国大名だったわけです。そんな父直家は秀家が10歳の時に病死してしまいます。いきなり宇喜多氏はお家の危機に立たされたわけですが、そこで幼い秀家を支えたのは叔父の宇喜多忠家や家臣団だったんです。敵には容赦なかった直家ですが、家臣だけは大事にしたので、忠誠を誓った家臣たちの団結力は強かったみたいですよ。ちょうどこの頃は織田信長の命令で羽柴秀吉が中国攻めを行っていた最中でした。父直家はこの時に毛利方から織田へと寝返っていたので、宇喜多氏は織田方の一員に加わっています。とは言っても指揮したのは叔父の忠家ですけどね。そうこうしているうちに本能寺の変が起きて信長が倒れると、秀吉はすぐさま毛利との和睦をまとめて取って返し、明智光秀を討つという流れになっていきます。しかし依然として毛利の脅威は背後にあったので、秀家が受け継いだ岡山城は対毛利の抑えとして重要拠点となっていました。秀吉の寵愛を受けて育った貴公子、早くに父を亡くした秀家ですが、強力な後ろ盾がついていました。それが今や天下人となった豊臣秀吉です。岡山城が要衝だったことも秀家が目をかけられた要因の一つでもありますが、一説には美貌で知られた秀家の母が秀吉の側室となったため、余計に可愛がられたとも言われています。秀吉の勇士となり、元服の際に秀の字をもらうほどでした。そして成長した秀家は秀吉の養女郷姫を妻に迎えます。郷姫は秀吉の親友前田利家の娘であり、子供のいない秀吉と正室尾根が養女とし、とても可愛がって育てていた箱入り娘でした。容姿端麗な二人はお似合いの夫婦で、政略結婚とは言っても夫婦仲はとても良かったようです。こうして秀吉の寵愛を受けて育っていく秀家ですが、きっとお坊ちゃん育ちだったんでしょうね。父とは真逆のまっすぐで横柔な若者に成長していき、秀吉の天下取りの戦いのほとんどに従軍して経験を積んでいきました。27歳の若さで五大老の一人に。秀家は文禄の役では総大将を務めることとなり、辟邸間の戦いで大勝利に貢献します。これが講和のきっかけとなりました。次の慶長の役では日本軍の中でもトップクラスの兵員を率い、1万人とも存在感を発揮しています。しかし慶長の役の最中に秀吉が亡くなります。
彼は死の直前に息子秀頼の後見を5人の有力な戦国大名に頼んでおり、五大老と呼ばれるその中に27歳の秀家も含まれていました。幼い頃から育ててきたも同然な秀家に対して秀吉の信頼は厚かったんでしょうね。秀吉という後ろ盾はなくなりましたが、もう秀家は子供ではありません。一人前の戦国大名として立派にやっていけるはずだったんですが、まさにこれから頑張らなければという時に宇喜多のお家を揺るがす大騒動が起きてしまったんですよ。家中分裂、宇喜多騒動。後に宇喜多騒動と呼ばれるお家騒動ですが、簡単に言うと譜代 VS 新参の構図です。秀家の正室郷姫はもともと前田氏の出身ですから、彼女についてきた人物がいたわけなんですが、その中村次郎兵衛という人物を秀家はかなり重用したんです。もちろん中村に才覚があったんでしょうが、専横していたという説もあり、譜代の家臣たちからはあまりよく思われていなかったんですね。そのため直家の時代から家を支えてきた宇喜多三郎と呼ばれる重臣のうちの二人、戸川道康と岡貞綱らは秀家に中村ばかり用いるのをやめるように進言するのですが、秀家はなんで?とばかりに聞き入れません。しびれを切らした戸川らはなんと中村を襲撃し、抗議の意味合いも込めてか大阪の宇喜多屋敷を占拠するという行動に出てしまいました。当然秀家は怒って戸川を殺害しようとしたんですが、ここで出てきたのがいとこ宇喜多明家、後の坂崎直盛です。明家は戸川らをかくまい秀家との対立姿勢を鮮明にしちゃったんですよ。一体何がどうしてこうなった感がありますよね。騒動の要因にはいろんな説があるんですが、一説にはキリシタンである郷姫の影響を受けた秀家が家臣たちに改宗を迫ったというものがあります。また坊ちゃんの秀家は贅沢好みであり、税を重くしたり鷹を100羽買ってその世話係を300人も雇ったりしたといい、それに家臣たちが反発したとも言われています。朝廷役が仲介を試みましたが、どうにもうまくいかず、ついに五大老筆頭として徳川家康が出馬する事態にまで発展してしまったんです。そして家康の裁定により戸川らや彼らをかくまった宇喜多明家は他家にお預けとなりました。宇喜多三郎の残りの一人花房正成などは宇喜多家を出奔してしまい、譜代の家臣たちは次々と去っていってしまいました。このせいで宇喜多の力は大幅にダウンしてしまったんですが、実は家康の計算だったんじゃないかと思っちゃいますよね。だって戸川ら宇喜多三郎は結局みんな徳川に仕えるようになっているんですから。関ヶ原の戦いと逃走劇。そんなこんなで関ヶ原の戦いが起こると、秀家は石田三成に組して西軍の有力武将となり、最大兵力を率いて戦いに臨んだ秀家ですが、小早川秀明の裏切りによってあっけなく隊は壊滅。辛くも戦場を脱出した秀家は伊吹山、滋賀県米原市、岐阜県揖斐川町、岐阜県関ヶ原町にまたがるに逃げ込みました。ここで秀家は落ち武者狩りに遭遇しますが、その相手に自ら声をかけ、なんと自分が宇喜多秀家だと名乗ってしまいます。そしてここはどこだかわからなくて困っているし、腹も減っている、湯漬けでも振る舞ってくれたら徳川方に自分を引き渡しても構わんよと言っちゃうんですね。潔いのか何なのか。でも相手はなんと潔い御仁と感銘を受け、秀家を自宅に40日間もかくまってくれたんです。普通ありえない話ですが、秀家に人間的な魅力があったとしか考えられません。
そしてその手引きによって大阪の屋敷にまでなんとかたどり着き、郷姫と対面を果たします。これが二人の根性の別れとなってしまうんですが、秀家はまだ逃げ続け、薩摩の島津氏を頼りました。そこでも2年潜伏していましたが、噂が漏れてしまい、慶長8年1603年、ついに徳川方に引き渡されたのです。しかし郷姫の実家前田家や島津家から除名嘆願があり、徳川方も命を奪うことはしませんでした。その代わり秀家に申し渡されたのが八丈島への流刑だったんです。八丈島で約50年を過ごす。息子二人と従者とともに、秀家は慶長11年1606年に八丈島へと流されました。ここで彼は宇喜多と姓を変え、久富と号して余生を過ごします。逸話も多く残されており、嵐で流れ着いた福島家の船から酒を恵んでもらったり、代官の宴に招かれた際におかわりした食事を家の者に食べさせてやりたいと包んで持ち帰ろうとしたり、なんて話があります。生活は大変だったんでしょう。しかし生き別れとなった妻郷姫の実家である前田家から援助があり、なんとか生活していたようです。また宇喜多騒動の折に出奔した家臣花房正成も援助を続け、死ぬまで秀家のことを案じていたとか。やっぱりどこか人を引きつけるものがある人物だったんでしょう。そして八丈島で約50年の生活を送った秀家は、明暦元年1655年に84歳で亡くなりました。関ヶ原の戦いに参戦した武将の中で最も遅くに死を迎えることとなったんですよ。まとめ。1、豪商宇喜多直家の子に生まれ、幼くして家督を継いだ。2、秀吉の勇士となり寵愛され、前田氏の娘郷姫と結婚した。3、27歳で五大老の一人となった。4、宇喜多騒動をまとめきれず家の力が弱まってしまった。5、関ヶ原では西軍に属して敗れ、多くの助けを受けて潜伏生活を送った。6、八丈島に流刑となり約50年の余生をそこで過ごした。多分人の裏側とか疑うことってあまり知らない人だったんじゃないかと思うんです。そうでなきゃ落ち武者狩りの相手に名乗ったりしないでしょうし、ただそのまっすぐさに心打たれる人が多かったということは、彼が潜伏生活を長く続けられたことが証明しています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。